安成、どうだ、俗名の術を施された気持ちは。 なぜ安房には俗名の術を施さない。私が術をかけたのではない。かけたのはお前たちの父である大堀安房だ。兄上にも俗名の術を。兄上、私の力では安房に俗名の術をかけることはできぬ。安房に俗名の術をかけれる者は限られている。それは誰なのですか。 末高房、安倍の政府、平と違い貴様は一筋縄ではいかぬようだな。末高房、お前の背後にいるものは何者だ。答える必要もなかろう。戦いの中でしか生きられぬようだな。 生き地が欲しい。<笑>貴様の戦うか。今宵はわしが出ずとも、そこの大三島の弱き者どもをあの世に送り返していく。お主の基地はその後でたっぷりといただくとしよう。分かった分かった分かった。鶴姫、言ったであろう。戦うのはこの者だ。いでよ鎌倉の怪物よ。 江戸の恩義を村上武吉とは気合いしている。伝説の水軍大将久喜義孝、陰謀剣山。この勝負負ければその者の生き血をもらう。それでよいか。お前たちが立ったら魂をくれてやろう。脱魂の儀式ということだな。 太陽様の命を受け、この勝負を受けて立とう。数の優位はお前たちにだ。心配するな。今宵はわしが参戦せよ。<笑>なるほど。それではこれより脱魂の儀式を行う。この試合も負けた者は勝った者にその魂を奪われる。覚悟はよいな。
また相まみえよう。